テイルズオブシンフォニア前回の続きからプレイしていきましょう。さて、さっきのところを戻ろうとしたらイベントが始まっちゃったんだけど、さっきっていうか前回パートの最後からね。その間に俺が下に降りて岩場伝いに像を回収してくる。僕が作れるこれだと木材になっちゃうけど、大体30秒が限界だから。わかった、ロイド気をつけてね。無理しちゃダメだよ。私の癒しの十方でも限界があるのよ。お前は調子に乗りすぎて気をつけろ。アイシクル重ね掛けすればいいのでは。何回か僕は指示する方向に移動してね。3回失敗すると氷が溶けちゃうから間違いないでよね。頑張ってよねロイド。要は間違いなきゃいいんだろ。任しとけ。よし行くぞ。上、左、左、あ違う、間違えた。ん、右、左、左、上、ゴールすごい、やっぱロイドって頼りになるね。よし、あのジジイのところに戻ろうぜ。いや、先にこっち攻略するけど。よし、ちょっとアイテムだけ買わせてくれ。ねえ、買う。オレンジグミだけはいっぱい買っとかないとな。マックスで買っとくか。アップルはいっぱいあるもんね。ね、ミックスは高いからいいや。よし。エクシリアで、エクシリア2ではあんなにさ、もう金うなるように持っててさ、アイテムをガンガン買ってたのにさ、結構きついな、生活。救いの塔に何がある？この像にもなっているスピリチュアは世界を救済したんだよな。そうだよ。スピリチュア様のおかげで世界にマナが満ちて人々が救われて、スピリチュア様は天界へと導かれたの。なんでその時救われた世界にディザイアンがまた現れたり、マナが減少してみんな苦労するようになったんだ。救いの塔が消えてしまったから、その恩恵を受けられなくなったって教わったけどロイド、珍しく勉強かしら。そんなつもりはないんだけど、ただ気になってさ。塔なんだから誰かが作ったものだろうし、ってことは誰かが何かしてるのかなとか思っただけで。レミエル様のような天使の皆さんがマナを与えてくれてるのかな。なるほど、興味深い考え方ね。今までは単に救いの塔を救済の象徴とのみ受け止めていたけれど、我々ではたどり着けぬ答えではないのか。結局救済を完遂せねば導き出せぬ答えだ。コレットが天使になったら救いの塔にも行くのかな。だったらその時にコレットに聞いた方が早いかもな。コレットの土産話に期待するとするか。そうだね。もう絶対なんかあるもんな。容赦はしなくてよ。タツノオトシゴがいる。フロートドラゴン浮いてるか。よいしょよいしょ。ふぅ、よし、オッケー。エンゼルフェザーなんかもったいない気がするんだよな。使わせないように抑制すればいいんだろうけど。器が知れたな。よし、先へ進もう。容赦はしなくてよ。これ気持ち悪いな、本当に。よいしょ。ほい。よし。めっちゃガードされんな。よいしょ。オッケー。ほい。もうちょい。はい。もうちょっと。オッケー。まだまだいけるぜ。エビとタイ。なんか釣られてきたような感じのメンバーが。あ、アイテムだ。人魚の涙。人魚の涙。大丈夫、任せてね。何、どういうことだ。よいしょ。人狙い。
人手がなんか鬱陶しいな。よいしょ。よいしょ。かったい。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。ふい。よいしょ。今気づいたけど、これあれだな、これのアタックさ、リフィルさん、俺が、あ、やっぱないのか、単純にないのか、系統し、あ、魔人剣これ変える？ゴー魔人剣に一回変えてみるか。純人剣ワーストエイド、いっぱいあるんだけどな。ゴーマ人剣と何がその何対に対っていうかさ、ペアみたいな感じになってんのかがあんま分からんからな。何これ、ライフボトル、いいね。サークレット、アイテム系は装備しとくか。アイテムだよね、サークレットって。ちゃうのかな、ちゃうのかなって。あ、力上がんのいいね。よしよし。なんかこっち来ちゃったけど。まあ、いっか。めっ、キモ。タコが気持ち悪い。よいしょ。なにそれ、外れんのか。あ、タコツボか、これ。タコツボかよ。あ、いいね。あ、かっこいい。かっこいいけど。消費激しそうだな。よいしょ、いいね。よいしょ、12ぐらいか。そんな言うほどブワーって使うわけでもないのか。ピオハン多分装備だよね。あれ？誰の装備なんだ？てか他のメンバー、ん？あったな。気絶が半分になる。あー。いいか。続け様とは。よいしょ。ほい。よし。いいね。よしよし。ほう。あ、でもこれ、コンボみたいな決めれそうだな。こうやって、こうだ。いいね、いいね。よし。まだまだいけるぜ。メモリージェム、いいね。サークレット。何これ、気持ち悪い。気持ち悪い。これなんだ？これなんだ？え？これなんだ？お前もなんだ？大丈夫、任せてね。よいしょ。あ、やばい。ちょっと待って。こいつがやばい。ほら、なんかしてくるよ。よいしょ。やばい、こいつに、やばい、やっぱなんか、あー毒だ。よいしょ、かったい。ふい。よいしょ、よし、ふい。よし、さてさて、これなんだろう、こっちかな、なんか同じマークついてんだよね、こっち側ん、なんか勝ちって言ったけど、
調べる。もう少しで傾きそうだ。水亀の蓋が閉まっている。ん？わからんわからん。とりあえず戻るか。よいしょ。はい。よいしょ。よしよし。ふう。ふい。よしよし。もうちょい。よいしょ。ゴリゴリに強い球を打つのでもいいのかな。でもこういうのだからこそ回復させてほしいよな。回復を使わせてほしい。っていうかこのシンボルエンカウントになってるこのさ、敵は出てこないのか浮いてる魚が見たいんだけど、まあこいつも浮いてるっちゃ浮いてるんだけど。よいしょ。ほい。よいしょ。オッケー。もうちょい。よしよし。あ、意外と先生殴っても強いな。あんま殴る気はないんだろうけど。痛い。よし、とりあえず行くんだったらこっち側かな。魚がいっぱい。あ、これセーブポイントのやつだ。こっちあったよね。あったあった。よしよし。白銀オレンジグミ、あー使っとく。アイテム、オレンジグミ、んリフィッサンでいっか。よしよし、オレンジグミを入手。これなんだ？ここか？火をつけて、これも火をつけるのか？ん？水が入るようだ。もう少しで傾きそうだ。これ何？どうすりゃいいんだ？あ、宝箱あった。EXM レベル1。もう、わからんな。ん？あ、これか？操作リングの機能が変化した。操作リングから水が出てきたぞ。ソダ完結線は水が豊富だからそれに反応したのかな。この力なら離れたところでも水を供給できそうね。水が出るだけじゃなんか弱そうだな。短い距離。こういうこと？ああ、これでも、あ、なるほどね。これで閉まんないぞっていうことか。これ敵に当てるとどうなんの？聞かねえ全然聞いてねえ。だから弱そうって言ったのかな。よいしょ。入れて。よいしょ。よしよし。ゴリゴリ貼ってくな。使うか、もうさすがに。パナシア、でも5個しかないんだよね。あんま使いたくないな。よいしょ。はい。ありがてえ。最初から使ってくれ。リカバーなんかあるんだったら使ってくれよ。そう、こっちから行こう。よいしょ。よいしょ。オッケー。まだまだいけるぜ。よし。で、下の方に行けばいいんだよね。敵が本当に、ああ、多いな。よし。ちょい。はい。よし。よいしょ。
いや魔人剣のペアみたいな感じでもダメなのか、どういう組み合わせとかな、他の生物だったら見れたかもな、そういうのもないんだな。よしよし、はい、オッケー。己の不運を嘆くがいい。タイがめっちゃ取れるな。タイ飯作りてえな。前作って、前リアルで作ったんだけどさ、美味しくてさ、何の話をしてるんだろう。ちょっとウォーターエレメントからいこう。やばい。よし。ああダメだ。ライブカードされない。それが愛しいな、本当に。シャイから当てづらいし、一発外しちゃうんだよな。よいしょ、ほい、よしよしよし、たったたったいな、本当に。よしよし、オッケー。こんなもんさ。で、これでいけると。で、ここで、水が出るからってやりたいんだけどな。ちょ、エレメントから。エレメントから行こう。やばいやばい。よいしょ。よし。やばい。ウォーターエレメント。痛い。よしよし。オッケーオッケー。いけるか、あと2体。よしよし、もうちょい、 OK。 相手が悪かった。タイが本当にいっぱい取れるな、名産地だな。これでどうなる。あー、なんていうの、あのワープ装置的なあれが解放されたってことか。よし、これで、どうしたもんかな。一回セーブしとくか、てか一旦ここで区切ろっか、せっかくだしね。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。